な宇宙。この宇宙に救う悪のエネルギー生命体、宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。しかし破壊と略奪を欲しいままに戦闘するガイスターたちの前に完全と立ち塞がるヒーローがいた。宇宙警察エクスカイザーである。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーと仲間たちの物語である。僕ら沈没船探検隊、先ほどの発表によりますと、心配されました海底火山の再噴火の恐れはなくなったものとみて、明日より船舶の航行が許可されました。なんだ、大爆発するかと思ったのに。いや、爆発しなくてよかったよ。剣が無駄になるところだった。剣？観光潜水艦の剣をもらったんだけどね。行くか？やったー！よかったわね。じゃあ、フーコに連れてったら。冗談よしてよね。観光潜水艦なんてバカバカしくて。そうだ、琴美ちゃんを誘ったら、子供のデートにはちょうどいいんじゃない？子供？続いて次のニュースです。観光潜水艦の遊覧コースで沈没船が発見されました。え？明日の運航再開を前に予備調査したところ発見されたものです。海底深く沈んでいたものが先日来頻繁に起こった噴火で近海に押し上げられたものと専門家は見ております。少なくとも300年以上前の船で、その形状から海賊船に間違いないという見方が強まっておりますが、さて、人々のロマンチックな夢を乗せた海賊船、どんな宝物が発見されるか楽しみですね。あ、私やっぱりもらおう。おっと、お姉ちゃんも子供だったらよかったのにね。近くで沈没船が見れたのに。やれ、少なくとも300年以上前の船で、その形状から海賊船に間違いないという見方が強まっておりますが、さて、人々のロマンチックな夢を乗せた海賊船、どんな宝物が発見されるか楽しみですね。沈没船ってなんだ？お前、沈没船も知らねえのか？沈没船というのはだな、航海中に沈んだ船のことだ。あ、俺が今説明しようと思ったのに。てめえいねえじゃねえか。何しやがったよ。サンダーガイスト、この沈没船を奪ってくれるのだ。サンダーガイスト、沈没船ってなんだ？こんなボケ役に立たねえで、仕事なら俺たちに任しな。ボケ？俺はボケじゃねえ。サンダーガイスト、沈没船を奪ってくるのだ。沈没船は観光潜水艦の後をつけていけば見つかると、大のガイスト様がおっしゃっておられる。待て、このエネルギーボックスを持っていく。ボタンを押してから近場の灯台にでも装着して。任せろ。おい、やり方を。なんでやるんだ。海賊船なんてロマンチックね。琴美ちゃん、実はね。琴美ちゃん、明日僕ん家の潜水艦で海賊船の宝物を探しに行きませんか？僕ん家の潜水艦？そうさ。私いいわ。どうして？私、どんな宝物があるんだろうって想像するのが好きなの。本当に見たらつまらなくなると思うの。そんなもんかな。琴美ちゃんが行かないんじゃ。あ、それ観光潜水艦の件でしょ。え、私も行きたい。琴美ちゃん、宝物見たくないって言わなかった？宝物はね、
でも海賊船は別。え、海賊船を見ればもっともっと想像できるでしょ。ロマンチックじゃない？やった、そうだよ、ロマンチックだよね。うん、琴美ちゃん、よかったら明日一緒に行かない？本当？そんな、ゴータ、楽しそうだな。そりゃどんな宝物があるか考えるだけでワクワクするんだ。なぜ考えるだけでワクワクするんだ？え、そりゃロマンチックだから。ロマンチック、いろいろ想像できるなんてロマンチックだろ。だからさ、ロマンチック、うん。ボタンを押して装着するだったな。あ、装着ってなんだ。まあいいか。ゴータは嫌に元気がいいな。琴美ちゃんとデートですもの。デートか。ママ、久しぶりにドライブでも行かないか。まあ、素敵。すぐに支度しますわ。あ、ちょっと待ってよ。パパとママが出かけちゃったら私はどうなるのよ。日曜日だっていうのに私だけ留守番なの。ウコはボーイフレンドいないの？何よ急に。ボーイフレンドの二人や三人いるわよ。じゃあ今日はデートの日にしましょう。みんなデートするの。じゃあ行きましょう、パパ。そうだね、マンマ。ボーイフレンドが一人でもいたら苦労しないわよ。ちょっと太り気味で毛深いけど、今日はお前で我慢するか。やっほー！やった！レース行かんだ！行こう、琴美ちゃん。うん。あれ？お前まさかこの潜水艦に乗るつもりじゃ。たまには君たち庶民の楽しみを味わうのも面白いかと思ってね。さあこんなやつほっといてさっさと行きましょう。あれ、あ、コウタ君じゃないか。あちゃ、コウタ君もこの観光潜水艦に乗るのかい？うん、徳田さんも取材だよ、取材。出航します。お乗りの方はお急ぎください。ぼやぼやしてると乗り遅れるぞ。さあ行こう。あ、おお、ちょっと待ってよ。綺麗だなねえ、コウタ君。徳田さん、仕事しなくてもいいの？ロハいっけね。ねえ、ドクダネ取るなら窓のそばの方がよく見えるよ。変わろっか。そんな悪いよ、僕はここで十分。あ、見て見て、コウタ君。え、あれが沈没船ね。艦長、何かが接近してきます。何？よし、今日こそ特ダネをものにするぞ。ん？あれ、驚いたな。ここの火山には大昔の恐竜までいるんだ。え？プロントザウルスと言ってほしいですね。ジュラ紀のプロントザウルス。新聞記者のくせにそんなことも知らないんですか？え？そんなのいるわけないよな。
からの恐竜か。ガイスターだ。邪魔くせね、ここ覚えてる？え？もう忘れちゃったの？ごめん。嘘だよ。忘れるわけないだろう。君と初めてデートした場所。もうパパったら。お、ま、ママ、灯台が動いてるよ。また嘘ばっかり。そうだよな。ガイスターが動き始めた。コーダ、そっちに異常はないか。コーダ、コーダ、どうした？あ、エクスカイザー。ガイスターが動き出した。何か異常はないか。終わりだよ。ガイスターが現れて。ああ、大変だよ。ガイスターが沈没船を持っていこうとしているんだ。何？心配はいらない。今すぐ行く。ママ、次はどこへ行く？あれ？確かここに。カメラ、カメラがない。ことみちゃん、ことみちゃん、大丈夫か？ことみちゃん、大丈夫？大丈夫みたい。あー、コータくん、沈没船が。大丈夫、心配ないよ。どうして？そんな気がするんだ。待て、ガイスター。はい、勝った。また貴様か。ガイスター、人々のロマンを破ろうとする貴様たち悪党を許すわけにはいかん。正義の味方だ。待ってました。ゴータ君。うん。嬉しい。レニングロマン。
んという力だ。インパクト！クラッシュ！Ha ha ha ha!
こんなロマンチックな経験初めて。コウタ君のおかげよ。そんなお礼なんて。ありがとう、エクスカイザー。おかしいな。確かこの辺に止めといたはずなんだがな。パパ、あそこ。え？あれおかしいな。さっき探した時にはなかったよな。パパ、帰ってよかったじゃない。思い出の場所でずっとあなたと一緒にいられたんですもの。それもそうだな。人気にも宇宙人いる？